BPM です。1分でわかるおすすめゲームプラン。本日も e フットボール2023アプリのゲームプランをご紹介していきたいと思います。さて今回もウィークリーフォーメーションということで、今週使用可能なこちらのフォーメーションを使ったゲームプランをご紹介します。ベースチームをイランに設定すると使用可能なウィングが少し下がり気味の 4-1-2-3、 通常の 4-3-3 よりも縦方向の幅を狭めて、かつ中盤に 2OMF を置ける。この布陣でどんな戦術的仕掛けを作れるかを考えるのが楽しい。そんな今作大注目のフォーメーションとなっております。今回戦術的にイメージしたのは、74年ドイツワールドカップで世界を震撼させたオランダ代表トータルフットボール。もちろん主役はこの男、ヨハン・クライフ。クライフありきの戦術とも言われたこのトータルフットボール、サッカー史上最も流動的で最も激しいハイラインハイプレス。エピッククライフ登場のこの機会に、現代フットボールに多大な影響を与えたこの戦術にフォーカスを当ててみたいと思います。この戦術を理解するのに重要なキーワードは渦とプレッシング。連続したポジションチェンジが流動性を生み、大きな渦のように機能してスペースを生み出す。さらにボール狩りと呼ばれた今では考えられないほどの強度のハイラインハイプレス。この2つの組み合わせによる縦の幅が狭い、ポジションが存在しないほどの流動的でアグレッシブなサッカー。まさに全員攻撃全員守備、そんなクライフがいなければ実現不可能なトータルフットボールを e フトでエピッククライフを使って可能な限り体現していきます。人選はこんな感じで、今回はクライフのトータルフットボールの DNA を持つオランダの選手たちで構成です。縦の幅が狭い流動的なサッカーをイメージして、監督もクライフ、そしてポゼッション戦術でこのウィングの位置が少し低い 4-1-2-3 を使ってウィングの位置にリンクフォワードを配置、そして後ろの選手たちにはビルドアップの時から積極的にパス棒をかけて、前線の選手にボールが渡ったらあえて自陣方向へドリブルする、そういった渦の動きを意識してプレーしてみました。やりたかった攻撃はこんな感じです。まずはボールを受けたベルフワインにパス棒をかけて、この位置のクライフとまず一つ目の渦を作ります。さらにはマラシアでドリブルで持ち上がってさらなるポジションチェンジ。この辺のクライフの動き超リアルですね。きっとフィールドを俯瞰しております。そしてクライフの目の前にスペースが、クライフにボールが渡る。これです。お相手さんも諦めてしまうトータルフットボールの片鱗が垣間見れたゴールシーンではないでしょう。連続的なポジションチェンジから生まれる渦をコントロールするようなこの動き、これはもはやプレースタイルヨハン・クライフ。この動きを理解して使ってこそクライフの力は発揮されます。渦によって生まれるスペースを緩急が効いた鋭いドリブルで切り裂く、クライフを象徴するような攻撃パターンです。続いてのシーン、クライフがこの位置でボールを受けて一旦預けて、この引く動き、逆サイドから流れてきたデパイとの渦、さらにもう一度デパイとの渦、このような連続したポジションチェンジが相手のディフェンスを撹乱しスペースを生み、チャンスが生まれます。クライフありきのトータルフットボールと言われるだけありますね。この戦術を意識して使うことで使用感が変わる気がします。そしてそれはこの男も同じかもしれません。生粋の血統書付きトータルフットボーラー、フレンキー・デ・ヨング。このプランでも偽センターバックとして躍動します。最終ラインからのオーバーラップはそれだけでいくつもの渦を生み、この戦術の歯車が彼の動きをきっかけに回り始めます。戻る動きでさえ渦を生み、さらにまた前の動きで渦を生み、何も特別なことをしなくてもこの戦術にすっぽりとフィットしてしまいます。フレンキーを見ても現代サッカーにクライフの DNA が脈々と引き継がれていることがわかります。戦術トータルフットボールもどき、ウィングが下がり気味の 4-1-2-3 にもはや再現不可能な伝説的戦術を恐れ多くも e フットボールに持ち込んで、新登場エピッククライフをクライフらしく使い込む。サッカー史上最も流動的な攻撃、そして最も激しいハイラインハイプレス。この組み合わせで少しはその片鱗を感じられる、そんな挑戦的ゲームプランとなっております。当チャンネルではいつか本物のトータルフットボールを実現できるようにエピッククライフ使い込んでいこうと思います。気になった方はぜひお試しください。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。引き続き短い時間で一つのアイデアをというコンセプトで動画投稿していきますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。